ピンポンパンポン。この動画には以上の要素が含まれています。ご理解の上視聴してくださいね。はい、毎度どうも、ゆっくり霊夢よ。ゆっくりさないです。弓使い兼解説の達也です。前回は外角から竜のツリーガードを倒し、オートへの道を解放。今回はアルター高原で残ったダンジョン攻略だっけ。はい、その前にせっかく前回話題に出ましたので矢筒のグラフィックを改めて。あ、通常矢だけにしたら片方なくなりましたね。これを別の矢にすると羽が黒いものに。本数もざっくりですが見た目に反映され、残りが少ないと矢筒の中身もちゃんと減るんですね。 ACV とかもそうでしたが、フロム君のこういう細かいところ大好き。ヤドリアみたいな羽が目立つのだと腰回りが豪華になるわね。それではダンジョン攻略はここから参りましょうか。超格子の隠し洞窟。ミランダフラワーが門番してたところね。ここはこんな感じにダンジョン名からわかりますが、超格子ばかりですか。ミランダフラワーもいるし、わかりやすくアジトって感じの場所ね。ただ基本的にはステルスしつつ接触していけば、そこまで苦労することはないんですが。結構比較に多そうですね。はい、ここは数が多いのと、一度仕留め損なうと面倒くさいというタイプですね。一度、起こしてからは弓を引き絞り、一定場所で動きを止めたり、段差をジャンプする瞬間を狙えば、今みたいに倒しやすいってわけですね。ほんとタフで困る。超高瓶。息つぼの破片。ふむ、いかにもなラインナップ。で、ここなんですが。血痕がちらほらとありますね。落下したのかしら。うん、あそこは。何？こここんな広いの？いえ、ここは北側にある洞窟。アルター坑道と繋がっていまして、ここにはメテオ攻撃をしてきた、アステールがいましたね。なるほど、行き来はできずとも繋がってる場所があるんだ。こういうの気づくと楽しいですね。ではボス部屋。意味つぶし、闇花、ミランダ。なんか意味つぶしは、こいつらとよくいるわよね。言って、今回は大盾兵に意味つぶしを、と思いましたが。皆さんミランダの方に。背中がガラ空き。あ、ミスった。あっつ。意外と地名を決められない。体をひねってると、背面がよくわからない敵ってたまにいますよね。で、あとは消化試合なので。ほんとタフなのよね。意味つぶしの大なた。カットしても、矢の多さがいろいろと物語るわね。雨でも降ったんでしょうね。今度は、醜き地下墓。ここも超高士たちがうろうろしてた場所の地下ね。今週ですか。リムグレイブだとちらほらいたけど。そうですね、他だと稀にという感じで。
小型はいいんですが、斧持ちはそこそこ面倒なので。ステルスを心がけつつ。そろそろかな。2体いたのね。半時計回りにぐるぐるしてたんですね。少し待てばバレずに進めますけどね。こいつは地点起動型なので。あ、飛び込んできたけど。こちらに気づかずってわけですか。あとはこんな場所で、かなりの数の昆虫を確認できたりしますが。半分はフェイクというか、すでに倒れているのね。この地下壕は、ミニクキという名前がついているからか。翼の昆虫の位牌。ああ、そうか昆虫ってだけあって異様な感じだものね。この位牌の文書にも、翼の書相を持つみたいな一文があり、るつぼの騎士のように、混沌を感じたりしますよね。ちなみにですが、ここにはイミコも一体いるので。ああ、本格的にダンジョン名通りの場所なわけですか。で、ボスは？ここにも昆虫ですか。地味に超高士とペアなのが面倒そうね。はい、この鳥舎は放置しているとバリアを張ったりするので。できるだけ先に片付けたいところですね。体力はそこまで高くないのが救いですか。144でこれだけ減るものねー。あ、まずいか。安倍氏。で、この後普通に倒したんですが。なんでか取れてなかったわね。申し訳ない。ドロップは位牌、超高士、鳥舎ですね。ここは、以前竜と戦ってた場所だっけ。固有乱作巣ですね。そこから西に向かうと建物があるんですが、ここもダンジョンとなっておりますね。なんかいるわね。門番、でしょうか。黒木刃の死角か。はい、ここのダンジョンの門番ですね。倒さなくとも入れるタイプですよね。これ。そうですけども、一応固定ドロップがあるので。あ、ネズミはそのまま仕掛けるんだった。相変わらずすごいステップね。遠距離攻撃反応開始型ですからねー。対空も決めていく。最大体力減るのが怖いわねー。あれというか普通にボス戦なんですね。固有から移動したら即ですからね。しまったな、こいつ相手だと。先ほど入手した翼の昆虫とか案外悪くないんですが。そうなんです。黒い歯出されると落ちますけど、飛行タイプなんでね。ああ、あの弓打ってた昆虫かですね。そのうち位牌をまたある程度紹介しますので。ふう、弓でやると長引きますね。4分ほどの戦闘でした。黒木刃。うわ、伝説武器ですか。はい、ポンと出てくるんですよね。専用戦技はあの刃を飛ばします。強そう。体力をじわじわ削るので、硬い敵とかにも普通に使えますねー。へぇ、でも専用戦技なんでしょう。はい、そんなわけでこのシリーズでは使われることは
ですよね。尊き者たちの英雄墓。ゲイ、英雄墓。ここは即死系ではないですが、新ギミックのある墓地ですね。へぇ。それ難易度が低いとは言ってないわよね。武器によりますが、特定地点が面倒なんですよね。影は光を浴び、弱き体を得る。ふむ？これがここのヒントですか。はい、影と光がキーワードですね。黄色獅子のタリスマン。今のところは敵もいないけど、開幕から分かれ道ですね。またあいつか。あれ、倒さなくてもいいんです？すでに奴はこちらを見失いました。え？暴れてはいますが、ワープはしてこないので、ここから祈りを捧げましょう。今回はハカスズランをかなり取得しています。ダンジョン巡りするとこれが嬉しいところさん。これだけいろいろな種類の位牌があるなら使いたくなるのが心情。当たり前のように隠し壁。む？インプにしては黒いですね。そしてあの明るい場所。はい、あれが今回のギミックですね。あんな場所まで行けるんだ。全く意味はないですけど、ああいう場所行きたくなるのはわかります。で、このギミックですが、お？影が光に入るとひるむのか。というか、影の状態だと攻撃できないんですよ。それは、弓矢としては先制とかできないんですね。ああ、面倒ってそういう。近接したいなら特に問題ないですが、遠距離メインだと、この後で面倒な場所が出ますね。おや、意味深な場所ですが。ローデイル兵の位牌。おお。足元には光。ここに落ちるとこのように。うわ、これは松明じゃ厳しい。ってなんで松明なんですか。いや、落ちる前に松明で戦闘してたので。なるほど、小屋普通の近接じゃないと面倒なのはわかるわ。仲良し。ちょうど紹介していなかった戦技で、ここを突破していきましょうか。黄金の尻撃。黄金の衝撃がある代わりに、コストと動作が重くなったヒップドロップですね。範囲があるので、今回のように囲まれることが分かっているなら良いですね。よっこら、って。
今度はギロチン地帯か。即死がないとは。これ当たったことないから知らんのですよ。うわあ。やはりナイフ、ひるみませんね。せっかくの絵画の盾が。壺もえらいことになってるけど。なんか以前のお面よりも血がべっとりつきますね。竜院の盾のタリスマンプラス1。うわお、あぶね。初体験できそうだったのに。こういうのはできれば一生体験したくないですね。で、まだ扉がこのままなので、レバーを探さないとなんですね。で、そのレバーなんですが、実はここにレバーはないんですよ。え？それも含めてギミックダンジョンですね。さて、はしごの先には敵影がないように見えますが、あそこに何か煙が見えますかね。何かありますね。言われればわかるけど、あれって何です？近寄ればわかります。あ、はい。なるほど、突然出るわけじゃなくて出る場所は一応わかるんですね。影の斧持ちがいるわねー。はい、しかし周囲には光が見えないので、このままではこちらは何もできません。あ、確かにそうですよね。呼び声頭、始めようか。え？さっき倒した場所にまた？あそこはこちらまで来て戻ると出てくるギミックですね。投資でしたか。姿が見えればこっちのもんね。空中射撃可能なのはこういう時、便利ですよね。おお。ギロチンがあるので、あとはここでのんびりしてても勝てます。どこかで、重い扉が開いた。ああ、あの闘士を倒すのがキーなのか。おかげで結構時間のかかる地下墓でした。てなわけでボス戦です。ザミュエルの声優。たまには分け身。頼んだぞ相棒。任せろ、もう一人の僕。ここ食らうのか。アイテムは盛りだくさんにしているので、いろいろと使ってくれるはずです。すでにバリア張ってくれてる。これも黒き刃の比較と同じで、サイドステップすごいですね。毒切りまで。わかってるなぁ。めちゃくちゃボコボコにされてますね。相棒、すまん、もう少し耐えてくれ。ナイフまで。
結構耐えますね。というか、我が分身ながらドッキリ多い。多くない？そりゃあんたの分身だし。お疲れ様です。相棒もサンキュー。またね。固有の騎士、クリストフ。伝説の位牌ですか。バランスの取れた良い位牌ですよ。しかし血だらけねえ。高圧洗浄しなきゃ。さて、今年も週2くらいで上げていけるようにしたいですね。どこかで忙しくなるかもですので、その時はまた連絡します。まあ、気長に見てくれると嬉しいわ。といったところで今回はこのあたりで。それではまた。